はい、どうも、おはようございます。沖縄、おばばでございますね。みけちゃんがね、今日も。えー、かわいいですね。今日も連れてきました。向こうの部屋にいたんで。ね。はい。もう、暑くてうだります。あ、今、今、あの、気温28度です、一応。はい。一応に、まだ28度です。<laughs> はい。まあ、こ、まあ、28度以下にはならないんですよね。はい。えへ、ー、まあ、きついですね。 えー、まあ、今日33度ぐらいかな。だいたいあ、毎日34度、33度ぐらい前後してます。まあ35度にはならないんで、そこら辺ちょっとね、マシかなとは思ってるんですけど。ああ、まあね、えー、電気代が思いやられますね。はい、えー。でもね、まあ必須なんで、これはね、えー、夏のお沖縄には必須でございます。この電気代というのはね。まあ、しょうがないですね。 はい、ええー、ね。まあ、ぬたちの健康のためにもね、電気代はきっちりません。ということで。ええー、皆さんね、いかがお過ごしですかもうほんと大変ですよね。毎日毎日ね、こんなに暑くてね。えー、そんな中、昨日めちゃくちゃ落雷があったみたいですね。埼玉とか関東でね。東京、埼玉あたりですね。えー、埼玉では大規模停電も生じてしまったみたいですね。 え、五万、五万三千件ぐらいですね。大体ね、見たら。すっごい停電が、あね、落雷で起きちゃいましたね。えー、こんな暑い中停電って厳しいですよ。いくら雨降ってても。はい。いくら雨降っててもね、落雷の中停電って大変ですよ。まあ、あ、雨降ってるから、とりあえずね、窓を開ければね、 えー、まあ、多少は涼しいとは思うんですけど、湿気すごいですからね。いやー、本当何の因果かと思いますよ。本当に。えー、でもってね、なんか埼玉の県庁舎でしたっけえー、雷が落ちて、壁が剥がれ落ちたみたいですね。何か悪いことでもやってたんでしょうかね。本当にそう思います。 雷がね、落ちる確率ってそんなに高くないんですよ。そんなに高くないんですね。えー、これね、変な話なんですけど、まあ,あ、非科学的なことを言いますとね、非科学的なこと。えー、雷が何かに落ちるのは罰が当たったんだという、そういう説も昔は言われておりました。はい。 昔は言われておりました。はい。罰が当たったと。まあ、埼玉もね、すごいですからね、見るとね。まあ、ね、わかりますよね、言いたいことね。はい。えー、まあ、すごいことになってますからね、あそこもね。えー、まあ、ね、もしかしたらもしかするかもしれませんね、嫌な話ですけど。 えー、まあ、これはね、庶民が悪いんじゃないんですからね。上が悪いんですからね。はい。上が悪いとね、庶民もこういう風にとばっちりを食らうというね。はい。え、まあ、そういうことでしょうね。えー、ちなみにね、あのー、昨日ね、東京もすごい雨だったみたいなんですけど、東京といえばね、昨日ちょっと言ったんですけど、緑のおばさん。はい。えへ、ー、バチ当たったのかなと思いました。<laughs> えー、悪いですけど。 はい。悪いですけど、バチが当たったのかなと思いました。あ、大体ね、明治神宮のね、あの、木を切り倒すなんてね、とんでもないんですよ。はい。とんでもないんですよ。一言で言うとね。はいえ。こういうね、自然を大切にしない姿勢というのが、自然からしっぺ返しを喰らうというね、これにつながるんじゃないかなって私は常々、ね、思っております。はい。えー、皆さんね、えー、まあ、 天然のものですね。大事にしましょう。本当に。もうね、えー、それしかもう私はね、えー、まあ、言うことがございませんね。本当にもうね。えー、もう、このね、異常な気象もね、異常気象もね、まあ、半分ぐらいは人間に原因があるんですよ。 なんて言ってもね、森とかね、空気をきれいにしてくれるじゃないですか、森とか林とかね。そういうのをね、まあ、そこの木をね、えきれいにしてくれるね、えー、そしてね、えー、水ですね、水をね、貯めてくれる、えー、土壌になるんですよ、いい土壌に。それを切り倒してね、木をね、切り倒してね、えー、メガソーラーとかやっちゃってるんですからね。 えー、これ、本当こういった異常気象とかね、災害のね、原因の一因となっていると私は心から思っております。はい。もうほんと人間って愚かですからね、目先のことしか見えないんでしょうね。えー、本当ね、目先のことしか見えない人には政治をやってもらっちゃ困るんですよね。言いたいことわかりますよね。えー、対局ですね。 先、長い先を見据えて、対局をね、えー、判断できる人間。これがあ政治を行うべきであって、精人が政治を行うとどういうことになるかっていうのが、よくよくわかりますよね、今の世界を見ていると。はい、よくよくわかります。 まあ、そういうことですね。まあ、精進なんですよ。本当に目先のことしか見えないっていうのはね、対局を判断できない。長い目で見れない。はい。これが、すべてね、精進に当てはまる、えー、条件でございます。全部揃っちゃってますからね、日本の場合。まあ、変な話なんですけど、本当ね、稲森和夫さんあたりにね、えー、ちょっとね、えー 政治をやってもらいたいなって私は思いますね。はい。まあ、りっ、まあね。何 <laughs> て言うかね、本当に。はい。そういうことでございます。<laughs> もうね、精進が政治をやると、ろくなことにはならないよというね、見本でございますね。はい。えー、まあ、ちょっとね、もう一つちょっと気になるニュースがあるんですけど、これちょっとまずいんじゃないかなと思ってます。 はい。えー、仙台ですね。仙台の、あのー、パッツンの原産ですね。パッツンの原産。はい。えー、ちょっとね、あの、皆さん、ここら辺ちょっとお、お察しくださいね。はい。パッツンの原産ですね。仙台のパッツンの原産。なんか燃料棒また入れたみたいですね。燃料棒をまたいっぱい入れて、なんか青光りしてましたよね。あ <laughs> あー、笑っちゃいけないんだけど、ほんとね、バカなことするなぁと思ってます。 40年ですよ。釜変えるよって思います。さらに20年ね、使おうっていうね、安易です。もう釜の、まあなんていうの、本当は釜を取っ替えないといけないんですよ。せっかく燃料棒全部出してたんだから、あ、その間に釜変えられるでしょあれね、目に見えないね、本当にあの、ナノサイズのね、えー、傷とか入っちゃってるんですよ。40年も経ってるとね。 言いたいことわかりますよね。あの、ガラス化しますんで、ガラス化しちゃうんですよ。釜が。でね、これほんとまずいことになるんですよ。だから40年って決まってたのに、なんでまた先20年増やそうとするのって。で、釜を変えるね。そのぐらいの、まあ、あの、予算をケチらない。もう全てがこれなんですよ。元凶が。 これ、まずいですよ、本当に。何かね、大きなぐらぐらとかあった時に、えー、釜がしっかりしてればね、そんなに、あのー、危ないことにはならないんですけど、釜にね、そういった、まあ、まあ、目に見えない小さな傷がね、いっぱい入っちゃってたとしたら、まずいことになりますから、誰が考えたってわかるでしょう。蹴散らない。ケチらないんですよ。 ケチるからおかしなことが起きてくるんですよ。いろいろとね。わかりますよね。ケチるから変なことがいっぱい起きてくるんですよ。まあ、あの、変な話ですけどね。服、えー、の、服のね、あの、位ち,ちゃんですね。服の位ち,ちゃん。あそこだって最初からね、えー、津波がね、あの、10メートルクラスの津波が来るって予想されてるんだから、 まあ、あのー、堤防をね、まあ10メートル以上にするとか、いろいろやり方はあったはずなんですよ。はい。でもって地下にね、非常用電源を置いちゃってるっていうところで、まず無理ですよね、これね。えー、他のね、あの、パツの原産がどういうふうになってるかわかんないんですけど、非常用電源は、あー ま、高いところに置いといて欲しいものですね。何かあったときに、まずいです。はい。何かあったときに、本当にまずいんですよ。もうこういうね、あの、何かね、予算をけちったりとかね、今までなんもないからいいやーって言ってね、えー、何も対策をしない。こういった怠惰な態度が、怠惰でケチな態度がね、 お金を出し渋るっていう態度が日本を、なんて言ったらいいんでしょうかね。えー、歯のね、歯の甲にね、えー、追いやっているということをよーく考えましょう。こういうところに出し渋っちゃダメなんですよ。あの、変な話なんですけど、あの、あの、元お笑い芸人の国とかにお金バカバカ出すん、 よりもね、こういうところにお金を使わないといけないんですけど、全くもっておかしなことになっておりますね。はい。おかしなことになっております。でね、えー、今、今ね、今再稼働はまずいです。わかりますよね、言いたいこと。だって、 二三日前でしたっけあの、アウト政府が大きなね、ゆらゆらが来るよーみたいな警告発表してるんですよ。大きなゆらゆらが近々来るよって。そんな中で再稼働してどうすんのって思いませんせめて、このね、えー、ゆらゆらがね、大きく揺れるっていうのが終わった でからだったらいいんですけど、それがこれから来るっていう時に、再稼働。ありえませんよ。ありえません。ありえません。お分かりになりますでしょうかね。 えー、本当にねありえないんですよ。もうどうでもいいんでしょうかね。目先のこととがねまあお金けちってねで他にお金いっぱい使ってね、えー、自分のいいとこにだけ使って肝心なところにお金を出さない。で後々おかしいことになったら「想定外」っていう言葉でごまかすんですよあの人たちは。 想定でできてるでしょうだってもう何日か前にアウト政府が発表してるんだからもう本当にねもう本当にこういうところがねえーくるくるだなとしか思えませんはいくるくるですはいえー日本のあの城の総武ですね 日本の上の総武は皆くるくるでございます。えー、無論ね、上の総武なんで何かあったら逃げりゃいいやーって思ってるのかもしれませんけどね。はい。だってね、あの、唐の伝子さんですね。唐の伝子さんもね、あの、福ちゃんの時にね、えー、ドバイかどっかに行っちゃってましたよね。<laughs> 確か。<laughs> そういう、そういう感覚なんですよ。ね。 お分かりりになりますよね。もうこれほんとね、あのー、変な話なんですけどえちゃんとね何、えー、て言ったらいいんでしょうね民がね民がはい。民が一人一人ね目を覚ましていな,くい,い,ないとねこういうことを平気でやられてしまうんで目を覚まさないといけないんですけどまあ寝てる人が多いということです。はい。えー まあね、多くの人の関心事は、目を覚ますことよりも、いかに気持ちよく眠れるか。はい。これでございますからね。はい。まあそういうことです。まあ、まあね、もう何にも私も言え,言えないです、本当に、えー。もうどうしようもなくなってきましたね、この、この、この状態。えー、本当に私は何もないことを祈るばかりでございます。今、今、今、歳の稼働は、 どう考えても間違っております。はい。そういうことでございます。どうするんでしょうか二の前になったら。はい。何の二の前とは言いませんけどね。二の前になったらどうするんでしょうかね。また想定外ですよ。はい。そういうことです。残念な国になってしまいましたね。はい。えー、がっかりでございます。はい。朝からがっかりさせるようなことを言ってごめんなさい。 でもね、私の心はもう多分、もう平常心です、ずっと。はい。そういうことなんで、皆さん気を取り直して、今日も頑張って参りましょう。はい。それではまた、ごきげんよう、沖縄おばばでした。これ、普通のニュースなので、貼れると思うんでね、貼っておきます。よろしくお願いいたします。ねえ、かわいいですね。この、おてて。おてて見てください。はい。ぬこたんのおててですよ。 你。Nee?